TRC 貸切り、平会社 TRC ロゴを掲げた、DR2700 型貸切り列車、TRC のヘッドマークを掲げた、貨車貸切り列車台湾鉄道網はかつて台湾で運営されていた、台湾の鉄道に関するポータルサイト。2003年に設立され、台湾地区における鉄道ファンの間で高い知名度があった。主に関連ニュースの配信。 インターネットフォーラムやオンラインフォートアルバムの運営と鉄道グッズの商品開発を行っていた。登録会員にはブログサービスも提供されていた。2014年末をもって閉鎖された。現在も鉄道グッズ販売業として存続する運営企業についてもこの項で閉域する。2001年3月12日、前身の台湾鉄道記念客票というオンラインコミュニティが ヤフーキマ家族に誕生した。当時の管理人だった、テイヤス氏の下でコミュニティは活況を見せ、2003年5月1日に、テイは、コミュニティ内の同行メンバーたちと、台湾鉄道網というウェブサイトを創設し、台湾の鉄道ファン界隈でのコンテンツ拡充と、多様なサービスが提供されるようになった。2005年には、台湾鉄路管理局より、大鉄の友を受賞している。 2007年には、日本映画、旅の贈り物0時発の台湾での宣伝のために、放帯した、滝川花子と、貸切列車に乗るというイベントを主催した。2008年1月以降、それまで非営利で運営されてきたサイトが、営利的な性質を持つ法人による運営となり、鉄道文化発展のためのメディアとしての性質を、帯びるようになっただけでなく、ファン同士の交流のためのイベントを主催するなど、 自国の鉄道文化啓蒙や文化資産保護を啓発するようになった。2007年9月8日、メインサーバー寄贈者と運営者の間で対立が起き、サイト運営が一時停止した。その後メンバーの一人だった何元富が経営していた台湾鉄道有限行使による法人運営となり、長期資金は元富が展開していた台湾鉄路管理局各駅でのグッズ販売店。 大鉄本舗での売り上げだった。小サークル、南方公園は一旦離脱した。ただしその後再度合流している。2014年11月頃より、コンテンツ更新やアカウント登録が停止、12月1日に運営者より年内でのサイト閉鎖が発表された。若年層が Facebook や Twitter などの SNS に流出し、アクセスが減少したことがその要因である。 ただし同年末まではコンテンツ閲覧は可能なように配慮された。このサイトでは様々な悪評が付きまとった。日本でも起きている鉄道ファン特有の迷惑行為などである。TRC のサイトは閉鎖されたが運営母体である法人は現在も台湾各地の鉄道駅で鉄道関連グッズの販売店台湾鉄道小時間を運営し、 台湾鉄路管理局のライセンス商品販売や列車型ペットボトルの飲料水などのグッズ開発を手掛けている。初期は台湾鉄道有限行使による大鉄本舗、後に別会社の台湾鉄道小時間となっている台湾鉄道小時間に関するカテゴリー。ありがとうございます。